はいどうも、ゆうしんです。今回は、前からね、ご要望が多かった個別指導塾についての動画を撮らせていただこうと思います。まあね、もう今の時期、まあ、入試も近づいてきて、6年生は入試も近づいてきて、4年生、5年生もね、3年生も新しい学年に変わるっていう時期で、なんかこう、日々の勉強ね、もっとうまくできるんじゃないかな、みたいな悩みを抱えてる方ね、非常に多いと思うんですよね。で、そんな中で、この個別指導塾っていうのを検討している方、結構多いんじゃないかなと思います。まあ、ところがね、まあ結構調べてみるといろんな塾があって、なかなか選ぶのが難しいと、そういった中で、じゃあおすすめの個別指導塾の、ね、何があるのかと。いうことでね、今回動画撮っていきたいと思うんですが、今回はまあ5個ぐらい紹介していきます。はい。それでは、個別指導塾を徹底比較いきましょう。はい。まずですね、目次になりますが、まずそもそもね、個別指導が必要な状態とはっていうところからまずお話ししていこうかなと思います。そして、まあ、個別指導塾の比較をしていって、まあ、5つぐらい紹介していきますね。で、最後に、まあ、各塾ね、おすすめしたい人、どんな人が、この塾おすすめですよ、みたいなことを個別でやっていこうかなと思います。はい。で、やっていきますね。まず、個別指導が必要な状態とはっていう話なんですが、はい。そもそもですね、皆さん、こんな言葉聞いたことありませんか？中学受験は課金ゲー。まあ、なかなかね、これ、物議を醸した発言でもあって、まあ、2月の勝者ね、漫画をね、読んだ方も、いらっしゃればわかるかなと思うんですが、こういう表現、まあ、よく聞きますよね。で、課金ゲーっていうのはこれどういうことかっていうと、課金ゲームの略でして、要はそのお金をかければかけるほど、キャラだったりとかが強くなっていくことによって、ゲームをより有利に進めていくことができると。まあ、つまりその中学受験をゲームだと捉えて、お金をかければかけるほど、より中学受験を有利に進めることができると。まあ、こういったことを表した言葉なんですね。で、まあ、これのちょっと真偽というかですね、もうちょっと僕なりにこうさせていただきたいなと思うんですが、はい、集団塾の現実っていうのがまずあります。これはですね、集団塾って、カリキュラムと教材と授業しか与えてくれないっていうこと、これがまず現実としてあるんですよね。で、やっぱりその集団っていうだけあって、個別に対応していたら、やっぱり難しいですよと。そんなことやったら時間も人員も足りませんよねっていうことなんですよね。で、それと同時にですね、親御さんによるマネージメントが必ず必要になってくるということなんですね。ところが、まあ、今のね、日本のまあ経済状況とかね、まあ、たくさんありましたのも重なってですね、家庭事情っていうところによって、この親御さんのサポートっていうのがね、どうかなってところが結構あるんですよね。例えば、共働きの方多いですよね。これ今ご覧いただいている方でも、共働きの方が非常に多いんじゃないかなと思います。さらには、中学受験未経験ですよと。自分自身が中学受験の経験したことありませんという方非常に多いですよね。地方から、地方出身の方だったりとか、まあそもそもね、まあ今から20年前、30年前って、まあそこまで一般的なものではないかなと思うわけですね。さらには小さいお子さんがいる。これも結構いらっしゃると思うんですよね。まあ小学校4年生、5年生で、まあ、10歳、11歳の兄弟として、まあ3歳、2歳の子がいる。まあこれ全然あり得る話ですよね。そうするとやっぱりそこのお子さんに力を入れなきゃいけないと。まあ力を入れなきゃいけないというか、まあ世話へ、手を焼きますよね。はい、っていう、いろんな事情がありまして、はい、サポートができないということから、じゃあこのサポートを外注しようねっていう発想にはまあ当然なっちゃうと思うんですよね。なっちゃうというか、まあなりますよね。やっぱりその、まあ、家事ができないから家事を代行するだとか、まあ小さいお子さんね、まあなんならその保育園に入れるとかっていうのはもうある種外注ですよね。要は保育というものを、自分が仕事してる間に、まあ、保育園に見てもらうっていうことで外注してると。まあ、これ別に何らおかしいことではないと思うんですね。だから、塾、まあ、集団塾に行っているけれども、なかなかそれで、親御さんのサポートができない。必要だけどできないっていう状態で、サポートを外注すると。まあ、これは当たり前だと思うんですよね。そうすると、当たり前なんですけど、サポートを外注するとお金がかかるんですよね。で、お金がかかるからこそ、こういうことになってくると。中学受験は課金ゲーと言われるということになるんですね。要はそのお金をかけて あらゆるところに外注する。まあ、外注先も質のいいところに外注すればするほど当然お金はかかる。ところが、それによってある程度、成績を伸ばすというのもまあ事実だったりするんですよね。だからこそ課金ゲーというふうに言われるわけなんですが、はい、ここでちょっと戻させてください。個別指導がそもそも必要な状態ということなんですが、子供はね、サポートが必要なんです。全部自分でね、計画立てて、自分で勉強してですね、やるってことはほとんど難しいんですよ。まあ、小学生ってこともありますからね。で、そしたら、必要なんだけれども、サポートが必要なんですけれども、親御さん実際にサポートできませんよねっていうところで、そういう状態においては、やはり個別指導必要なんじゃないかなと
いうのは、僕もね、塾講師、あるいは、まあ、家庭教師もやって、まあ、いわゆる個別指導やってるわけですが、強くね、その辺は、思います。なので、まあ、そういう状態にある方っていうのは、もちろん経済的な、デメリットっていうのは無視できないんですが、それを一旦、除くと、まあ、個別指導っていうのは、まあ、一つ有効な手段のうちの一つなのかなと思うわけですね。はい。それではまあここまでまあお話ししたところでですね、具体的に、おすすめというか、まあ、あの5つぐらい、メジャーなところを紹介していこうかなと思います。はい。本音で個別指導塾比較ということですね。はい。まずこちらなんですが、1円ももらってませんということです。別にあのステルスマーケティングをやってるつもりもないですし、まあ、どこからの案件をもらってるとか、いうのもないです。で、あの一応概要欄にね、各、塾のホームページとか貼ってますし、資料請求とかのね、URL とかも貼るかもしれないんですが、まあ、こちらを押すことによってですね、僕の方になんか何千円か入ってくるみたいなことも一切ないので、まあ、そこはまあご安心っていうか別に入ってきてもいいのかもしれないですけど、まあ、本音でって言ってるんでね、そういうことはまあしてませんということをご了承ください。はい、まず一つ目。まあ、これはもう皆さんご存知の方多いと思います。個別教室、トライですね。で、まあ、トライって、まあ、グループみたいなもので、個別教室もやってるし、家庭教師もやってるし、まあ、その他もいろんなことやってるんですよね。で、その中で、今回、まあ、個別っていうことなんで、個別教室のトライってところを紹介していこうかなと思います。はい。で、指導の特徴なんですが、まあ、ざっと4つぐらいあるかなと思うんですけど、まずこのトライに共通して言えることとして、ダイアログ学習法っていうのがあるんですね。で、これ別にまあ、ダイアログ学習法っていうのがなんか僕も別に知らない言葉ですし、別にそんなメジャーだとは思わないんですけど、まあ、トライが掲げている一つの、まあ、学習の方針ですね。で、これは要は生徒が自分の言葉で説明できるようになるまで、ちゃんと付き合いますよということなんです。まあ、要するに生徒から、アウトプットがあるような状態で、状態まで持っていかないと、わからない問題ができるようになったっていうふうには言えないよねってことですよね。で、これは別に正しくてですね、そもそも個別に向かわせてるのに、なんかただただこう、お客さん状態で授業聞いてくるだけで帰ってくるみたいなのって、ほとんど言ってる意味ないじゃないですか。だから、あらゆる個別指導塾では、このダイアログ学習法とは言わないですけれども、まあ自分の言葉でアウトプットできるように、自分で説明できるようにところになるところまでしっかりと教えますよっていうのは掲げてます。まあだからそこまでこう特殊なことではないかなと思うんですけど、まあ一つ、これはトライが掲げていることですね。はい。あとは、こちらも、まあ、結構一般的な要素かなと思うんですけど、オリジナルのカリキュラムと。まあ、これも当然個別に言ってるわけなんで、生徒一人一人に合わせたカリキュラムを作りますよと。まあ、ただね、思った以上に結構、細かく作ってくれたりするんで、やっぱり、日々のね、スケジュールが立てられないとか、あるいはね、親御さんが立ててあげてるんだけど、親の言うことだから聞かないみたいなパターンもありますよね。で、そういう時には、やっぱり結構役立つのかなとは思ったりします。はい。あとは、基本的にはマンツーマンでの指導。これが、トライの一つ特徴ですね。はい。で、あと自習室。まあ、これがね、僕は結構トライのいいところなんじゃないかなと思うんですけど、自習室がまずいつでも使える、すごい綺麗な自習室がありますね。これホームページから見ていただいたらわかるんですが、あとはね、質問。先生が結構見回ってるみたいで、その先生にいつでも質問できるっていう状態らしくて、まあ、これは結構いいんじゃないかなと思うんですよね。で、しかも授業日以外の日も使えるんで、例えば塾が月水金だったら、河木土で行くとかってこともできて、月曜日の宿題を翌日の火曜日にトライに行って終わらせてみたいなこともできるわけなんですよ。で、これは、なんか、例えば、その、共働きで、自分がね、親御さんが仕事に行ってる間に、家に子供一人でいさせたら、なんか確実に勉強しないですよね。で、そういう経験ってすごく多いと思うんですが、それが解消できるんじゃないかっていうことで、まあ、僕は結構、この自習室っていうのがトライの売りなんじゃないかなとは個人的に思ってます。はい。で、費用ですね。気になる費用なんですが、基本的には、まず、先ほど言いましたが、オーダーメイドのカリキュラムになるので、全部値段もですね、一人一人個人個人で違ってきます。なので、詳細は必ずね、問い合わせていただきたいと思います。で、あくまでも目安ってことは前提に置いていただきたいんですが、まずトライはですね、入会金がかかります。入会金が。で、これが1万円。これは一律らしいですね。一律で1万円かかりますと。で、コースがですね、基本的には週1回120分のコースになってます。で、例えばじゃあこれをなんか40分にしたいとか60分にしたいとかっていうのはなくて、1コマ120分っていうのが基本になるんですね。で、これを週2にするとか週3にするとかっていうことは可能なんですけど、基本的には、まあ、120分っていうコマの、1コマの時間は変わらないということです。で、講師のですね、講師によってランク分けがされていて、まあ、スタンダード、セレクト、プロっていうふうに、ランク分けがされてるんですね。で、
まずそのスタン、あ、ごめんなさい、おそらく講師の、ランクっていうのはスタンダードとプロに分かれるんだと思うんですけど、このセレクトっていうのは何かっていうと、まあ、指名をするってことですね。要は美容室行って、なんかその指名したら指名代かかるじゃないですか。なんか誰でもいいよって言ったら、なんか無料でできるけど、指名料かからないけど、ある一人を指名したら、なんかその人のランクとかに関わらず指名するだけでお金かかるみたいなのあるじゃないですか。そういう感じで、セレクトっていう、コースもあるわけですね。だから例えば学生の講師で別にそこまで指導歴がすごいあるとか優秀っていうわけじゃなくてもすごいこの先生好きなんだよねみたいな、あの先生見てもらいたいっていう時はその先生を指定しなきゃいけないので、別にその先生が能力がですねあんまりなかったとしても4万1000円かかると、まあ、そういう話ですね。まあ、ただその指名できるっていうのも一ついいことだと思うんですね。でスタンダードでは基本的に月2万3000円になります。で、プロっていう風になると、月ね、6万5000円になりますね。で、これはまあ、安いとは誰も言わないと思うんですけど、まあ、やっぱりその直前期とかで、どうしてもプロの先生に見てもらいたいみたいになると、6万5000円っていう、まあ、値段にはなってくるという感じになりますね。だから、このスタンダード以外は正直安くはないと思いますね。結構高いんじゃないかなとは思ったりします。はい。まあ、ちょっとまとめと補足、これ各塾でやっていくんですが、はい、まず一つ目、完全マンツーマンの指導ですよということですね。はい、そして、オリジナルのカリキュラムを作ってくれますということです。これ赤字のものはメリットになりますね。はい、そして次は講師のレベル分けがあるということですね。はい、そして単独と併用も可。これ単独と併用っていうのは、要はトライ単独で中学受験を目指すことができるってことですね。それだけの、まあ、教材があったりとか、そういうコースもありますよということです。はい、あと併用っていうのは塾、進学塾と併用ということですね。まあ、この今回のこの動画では併用っていうものを前提にお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、で次ですね、自習室がありいつでも質問できる、これはね大きなメリットなんじゃないかなと思います。はい、あとはセレクトプロコースになると費用がかさむ、これはねちょっとデメリットですよね。まあ、4万1000円とかっていうのはもちろん安くはないですし、これがなんかただの指名料になるわけなんで、その4万1000円ってなると、そのより講師のランクが上がるとかっていうことではなくて、選ぶっていうことで4万1000円かかってるんで、まあ、そこはちょっと高いかなとは思うんですけど、はい。で、プロコースになると費用がかさむっていうのは当たり前っちゃ当たり前なんで、まあ、正直しょうがないかなとも思うんですが、はい。入会金がかかるということですね。まあ、入会金は1万円なんで、入会金、後でも紹介しますが、まあ、そこまで入会金自体は高くないかなと。まあ、ただ入会金がない塾も結構あるんで、そこと比べると当然高くはなってくるということで、デメリットの風にしてあります。はい、次ですね、トーマス、これもご存知の方多いんじゃないかなとは思うんですが、トーマス紹介していきますね。で、指導の特徴、はい、5つぐらいあります。で、個別なのに進学塾っていうふうに書いてますけども、これちょっと小さくて読みづらいかもしれないんですが、この個別なのに進学塾っていうのはですね、まあ、どういうことかっていうと、サイトで書かれている文言なんですけど、要は補習ではなくてハイレベルの学習が可能。その一般的な個別指導塾っていうのは、塾で分からなかった問題を分かるようにするみたいな、いわゆる補習的な要素が強いですよね。でも、トーマスっていうのはそこは違って、進学塾なんですよと、あくまでも。個別対応できる進学塾なんですよ、みたいな位置づけなんですよね。なので、後でも言いますけれども、教材もオリジナルで作ってるんですね。だから、単独で、中学受験を目指すことももちろん可能ですと。で、しかも補習じゃなくて、そのハイレベルな、より、学習をすることができますよということですね。例えば塾でやってる内容よりもハイレベルな内容をトーマスで見てもらうみたいなこともできるということなんですね。はい。で、個人別のカリキュラム、まあ、これは、まあ、個別指導なんで、結構どこの塾もやってるかなと思います。で、オリジナル教材でのマンツーマンでの指導、まあ、これはね結構、特殊な部分ですね。で、トーマスの場合は後にも言いますが、1回80分というのは基本の1コマになります。はい。で、まあ、先ほどね塾単独でももちろん、中学受験対応できますよと言いましたが、併用することももちろんできます。はい。で、併用して通ってる人も結構多いと思いますね、実際に。はい。そして自習室なんですが、こちらもね、自習室完備してます、しっかりね。この辺すごいいいところだなと思いますね。はい。で、トーマスが、まあ、一つ、売りにしているっていうのは、結局合格実績すごいいいですよってことをよく売りにしてるんですね。で、確かに、しっかり男子の御三家も合計合わせて30人、女子の御三家も21年、去年出してました。ってことを考えると、まあ、しっかりハイレベルな学習にね、対応していくっていうような、姿勢なんだなというのが感じ取れますね。はい。で、費用なんですが、まあ、やっぱりね、そのある程度ハイレベルな教育というか、まあ、指導をするっていうことで、ちょっと高めになってます。はい。で、週1回80分になるので、先ほどトライは120分でしたから、
そういう意味でちょっと、割高な感じになってますよね。で入会金もまず2万5千円かかりますので、まあ、そのあたりもちょっと違うかなと。であとは、これはですね、やっぱり詳細は問い合わせていただきたいんですが、だいたい月3万5千円ぐらいが目安になっているそうですね。でこれも週1回80分で3万5千円なんで、やっぱりちょっと高めかなと思います。まあ、ただ、やっぱりその完全マンツーマンで、ある程度ね、そのレベルの高い指導まで対応できるっていう意味で、この値段になってるっていうのは、まあ妥当なんじゃないかっていうのは、トーマスのそのホームページにも書かれてましたね。はい。で、ちなみにこの3万5千円目安って書いてますけど、講師によって値段の上下っていうのはあるらしいので、まあそこら辺もやっぱりそう含めて、実際もし興味ある方は、問い合わせてみるといいんじゃないかなと思います。はい。で、まとめですね。個別指導形態の進学塾と、そういうふうに考えていただけたらと思います。で、完全マンツーマンの指導で併用も可能ということですね。そして、難関校の実績がいいよねっていうことで、やっぱり難関校を目指したい人にはやっぱりおすすめできるかなと思いますね。まあ、あとにも最後にももちろん言いますかね。はい。あとは自習室がありますよということで、こちらも魅力の一つなのではないかなと。そして、1コマ80分っていうのは、まあ、もちろん人によって、まあ、80分しか集中できない人ももちろんいるんで、そういう意味ではベストなのかもしれないんですが、まあ、その費用的な意味で、まあ、80分っていうのはちょっとデメリット、短いかなと思います。あと費用は高めってことですね。まあ、これはまあやっぱりデメリットになっちゃうからと思います。はい、次ですね。東京個別指導学院。まあこれ関西にもありまして、関西では関西個別指導学院というふうに呼ぶんですが、これも結構ね、有名な、個別指導、塾だと思います。はい。で、指導の特徴ですが、5つぐらい紹介しますね。まず、生徒専用の学習プランということ。まあこれはまあ別にさっきのね、ここまでの2つの塾もやってましたね。はい。あとはですね、ここからマンツーマンというわけではなくなって、指導は1対1っていうコースと1対2っていうコースがあるんですね。1対2の授業っていうのは基本的には説明をして、そして演習をさせて、その繰り返しでどんどん進んでいくというような指導になるそうです。で、1対1はもちろん常に質問できるんで、もうどうしてもこれがわからないなみたいな時にスポット的にやるみたいな感じに、に使うみたいな感じですかね。だから基本的には1対2だと考えてください。はい。で、講師のランク分けっていうのは特になくて、講師によって値段が変わるってことは特にないんですね。で、ほとんどが大学生か大学院生っていう形になるそうです。はい。そして、塾との併用も可能ということなんですが、まあ、これはもちろん、進学塾との併用っていうのが可能になりますし、まあ、今回の動画の趣旨で言うと、ほとんど、そういったケースが多いんじゃないかなと思います。っていうこともあって、あとはね、習い事とかも含めて、いろいろとこうトータル的にね、個別で見てくれるということなんで、習い事も含めてというか、習い事のスケジュールも含めてってことなんで、融通が効くってことですね。振り替えも可能だということになります。はい。で、あと自習室。こちらもね、しっかりと利用、可能になってまして、こちらもね、一つ大きなメリットなんじゃないかなと思います。はい。そして費用なんですが、こちらも基本は1コマ80分になってます。で、入会金はありません。はい。で、月は2万4000円から2万5000円ぐらいになります。で、これは1対2のコースの話で、1対1はまたちょっと別の料金になると思うんで、詳しくはね、またこちらも申し訳ないんですが、問い合わせてみていただければと思います。はい。で、週1回80分で1対2で2万4000、2万5000なんで、まあ、これもなんか、必ずしもね、安いわけではないかもしれないんですけど、まあ、これぐらいの値段なんで、っていう感じですね。で、あとこれと別にですね、設備費がかかりますんで、これが月大体3300円ということなので、まあ3万円弱っていうような月謝になります。まあ、ただ入会金がないんで、まあなんか例えば6年生の最後、もう今からとかっていう場合は、なんか入会金ないっていうのは一つ大きなメリットになりますよね。はい、そしてまとめと補足です。はい、で、まずオーダーメイドのカリキュラムですよということですね。はい、あとは併用が可能ということです。はい、そして、自習室がありますと、これメリットですね。はい、で、講師の質には定評ありっていうところなんですけど、これはなんかどっかの、ごめんなさい、ちょっと忘れてしまったんですけど、サイトでですね、講師の質、まあ、講師のその満足度みたいなところで1位を獲得しているのが東京個別指導学院なんですね。なので、学生なんですよ。学生で大学院生なんですけれども、結構研修とかもしっかりしていて、距離が近かったりとか、分かりやすかったりとかっていうことで、講師の質には結構定評があります。で、そう考えると、まあ、さっきの値段っていうのは意外と安いんじゃないかなと思ったりもしますね。はい。で、講師のランク分けは特にありませんと。で、費用は、まあ、平均的かなと思います。まあ、1対2っていうところも加味するとね、平均的かなと思います。で、1コマ80分ですよということですね。1対2が基本ということ。で、次ですね。4つ目、名工義塾です。で、これもね、この看板結構見たことある人多いんじゃないかなと思うんですけど、かなりの大手になりますね。
はい、指導の特徴を見ていきますが、5つほど紹介しますね。はい、まず1つ目は、付きっきりではない個別指導と。これはホームページで歌ってるんですけど、要はその生徒が自主的に考える時間を確保するってことをやってるみたいですね。まあ、だからなんだか分かんない問題に対して全部教えるみたいな感じではなくて、ある程度ヒントを出して考え方を言って、そして実際に解かしてみる、そして、できたかどうかチェックするみたいな流れをやるってことですね。で、まあ、全体的になんですけど、その難関校向けとかっていうよりかは、基礎的な学力をしっかりと定着させようねってことを目標としてるんで、例えばノートの取り方だったり、ノートのまとめ方だったりっていう、そういう勉強の基礎みたいなところもしっかり教えますよっていうのが、この東京個別指導学院の一つ特徴になります。で、3つ目は講師のランク分けはなしと。ごめんなさい、東京個別指導学院じゃなくて、名工義塾ですね。ごめんなさい、名工義塾です。はい。で、個別、講師のランク分けはありませんと。こちらもまあ、先ほどと一緒で、まあ、大学育成か大学院生が多いですね。で、これは別にトライもですね、トーマスも基本的には大学生か大学院生が多いです。で、僕の知り合いにも、もちろんその、例えばトーマスでバイトしてる、人だったりとか、います。で、いるんで、必ずしもね、本当にプロが見てるってわけではないんですけど、やっぱりある程度研修とかをされることによって、それなりの指導っていうのができるようになっていくんで、まあ、そんなにこう、なんか、学生だから絶対なんか大したことしてくれないだろうみたいな感じで思わなくてもまあいいとは思いますね。はい。で、あと、指導形態なんですが、これ1対数名になってます。なので、生徒数名に対して講師が1人、分からなければ質問するスタイルという感じになってますね。で、これもだから、生徒がまあ何名かいて、そこをこう講師1人がいて、分からなかったら聞いていくっていう感じなんですね。だからそういうふうに1対数名っていう形で、ある程度その授業を回していくっていうような感じになってます。で、こちらも自習室がありまして、こちらも利用可能ということですね。はい。で、1コマは45分か90分があるんで、これ例えばね、まああんまり集中力がないお子さんとかに関しては45分で1コマ見てもらってもいいんじゃないかなと思ったりしますね。この選択肢があるのはね、いいと思います。はい、あと、入会金はありません。そして、何よりもですね、これ、1対数名の授業ですが、週1回90分で1万2000円になります。で、これはね、結構安いですよね。で、しかも、これ、料金シミュレーターが、ホームページにありまして、かなり、詳細がわかるんで、もしね、興味ある方は、もう、ホームページで、もう自分で調べてみてください。で、結構地域差があったりして、なんか山口県とかだと1万7000円とかになってたりして、結構、地域差があるんで、お住まいのね、地域から考えて、指導料を見ていただければなと思うんですが、まあ、いずれにしろですね、1万2000って安いですよね。で、1対数名だから、まあ、そんなに安くないんじゃないのって思うとは思うんですけど、まあ、それでも、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。はい。で、設備費、まあ、これ月2000円ぐらいかかるということで、約、まあ、そうですね、1万5000円ぐらいの、まあ、月謝になるかなという感じです。はい。で、まとめですね。1対数名の授業ですよということですね。あとは志望校に合わせた学習プランっていうのを、作ってくれますと。そして自習室がありますよ。でのと、費用は安い。まあ、これは一つ大きなメリットですね。はい。あとは講師のランク分けはありません。で、1コマ45か90分ぐらいっていうふうになっています。はい。ごめんなさい。長くなってますが、最後。個別指導塾ドクターですね。で、こちらもね、結構有名な、個別指導塾かなと思うんですけど、家庭教師もやってますよね。で、それこそ YouTube とかで、サピックスとかだったら、その、マンスリーテストの、解説ライブとかね、やってらっしゃるかなと思うんですけど、まあそういうので結構有名だったりして、まあ、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。はい。で、指導の特徴なんですが、まずはですね、もう講師陣が、もう有名進学塾出身の人たちということで、もうプロの、ちゃんとしたというかもね、しっかり本当に、プロの講師の方、たちがいらっしゃるということですね。そして、中学受験専門であるということで、小中高生が同じ空間で勉強することって、例えばそのトライとか、今まで紹介したところだとあるんですよね。そうすると結構その小学生がなんかまあ、高校生とか見て怖いとかって思うパターンもなくはないと思うんで、まあ、そういった心配がないっていうのはまあ一つ大きなメリットなんじゃないかなと思います。あとは講師のランクによって値段が変動しますよということで、まあ、結構その辺は後ほど説明しますね。はい。あと少人数指導コースっていうのもありますよということです。まあ、個別っていうのもあるんですけど、まあ、少人数に対してこう授業するの、要はその、普通に集団授業のような形で授業するということもありますということです。あと、自習に関してなんですけど、自習室みたいなものは、ごめんなさい、ちょっとあんまり、見当たらなかったんで、おそらくないのかなと思うんですけど、ただ自習することはできるんで、教室開放されてるみたいな感じなんですかね。ごめんなさい、ちょっと、通われてる方いらっしゃったら、ぜひコメントしていただきたいんですけども。はい、基本的には予約制になってるということです、自習はね。なので、まあ、いつでも行って勉強できますよっていうほどのフレキシブルさはないんで、まあ、そこは他の塾とは劣る部分かなとは思うんですけど、っていう感じですかね。
はい、で費用ですね、これはね、正直ね、安くないです。はい、正直安くないです。で、1コマまず85分で、入会、85分ですね。で、入会金2万円かかります。で、1コマ85分で、これ、コマごとの値段です。コマごとの値段ね。で、当然、少人数からこの右のクラウンドクターっていう、先生に、先生の階級に教わるにつれて、右に行くにつれてね、値段が高くなっていくんですけど、これ、1コマの値段ですね。で、少人数制だと6900円の85分ってなってます。で、これ、レギュラーとスポットっていうのは、要は、レギュラー生とスポット生っていうので分かれていて、まあ、ちょっと値段が違いますよっていうだけの話です。で、1対1と1対2っていうのもできるんですよね。で、1対1の方が当然値段が高くて、一番高いと、要は、その、まあ、看板講師と言われるような先生たちに、1対1で教わると、1コマ80分で19,050円かかるんで、まあ、これをですね、週1回、月4回すると、大体8万円ぐらいかかると。いう感じで、まあ安くはないよねっていう感じなんですけど、まあ本当に講師としてはトップの先生に教われるっていうことで、まあ中には安くないと思う方もいらっしゃるかもしれないなっていうような感じになってます。はい。そして、まとめと補足いきますね。まずプロの講師陣による本格指導が受けられると。まあこれがまずドクターのね、一番の大きな特徴になると思います。はい、そして豊富な合格実績。やっぱりそういったこともあって、御三家をはじめとした難関校にね、数多くの合格者を出してる。まあ、これ非常にね、素晴らしい、実績を誇ってますね。はい、あと、オンライン、授業も可能。ということで、まあ、コロナ禍を機にですね、オンラインの授業で、例えば、先ほど言いました、少人数授業とかもオンラインで受けれるようなんで、まあ、このあたりはこう、別に東京とかね、神奈川とか、に住んでなくても、まあ、受けられるということなんで、それは一ついいかなと思います。あと、講師のランク分けがありますよということと、あと、1コマ85分ということですね。はい。そして、まあ、費用が高い。まあ、これは、まあ、しょうがないということで、やっぱり、それなりの、指導の、プロに教わるということは、当然、費用が高くなるっていうことで、まあ、やっぱり目的によって選ぶべきなんじゃないかなと思うんですよね。はい。ってことで、まあ、ここまで5つ紹介してきたんですが、まあ、ごめんなさい、長くなってるんですけど、5つ紹介してきて、まあ、結構、何が何だか分かんなくなってますよね。なので、最後まとめていきます。はい、ごめんなさい。各塾にお勧めしたい人ということで、まあ、これだけ見れば結構、理解できちゃうんじゃないかなとは思ったりします。はい、まずですね、トライですね。トライは、マンツーマンがいいという人。はい、それと、自習室を使いたいという人。そして、近くに教室があるという人。で、これで、近くに教室があるって、今後、まあ、こう、いろいろ出てきた時に必ず言うんですけど、そもそもですね、個別指導塾って何のために行くかっていうと、サポートのためなんですよね。要は、例えば実習室があって、塾のない日には行くみたいな習慣づけをしたりとか、毎日、先生と会うことによって、コミュニケーションをとって、まあ、勉強を身近にさせる、勉強するハードルを下げさせるっていう目的で行くわけなんで、それなのに、近くに教室がなかったら、正直行く気起きませんよね。っていうことで、まず近くに教室があるというのを結構第一優先に考えるっていうのは、一つ重要なことだと思います。はい。で、この重要なことを一番最後に言ってしまったんですけども。はい。ということで、トライは、マンツーマンがいいという人と、自習室を使いたいという人、あるいは近くに教室があるという人はお勧めしたいということですね。で、次、ドクターですが、最難関を目指す人。まあ、別に最難関じゃなくてもいいんですけども、とにかく難関校を目指す人。要はとにかくハイクオリティな指導を求めるという人ですね。いう方にはお勧めしたい。で、当然ね、費用の高さっていうのが、まあまあ、許容できるという、まあ、その経済的な余裕だったりとか、まあ、余裕が別に、あるないにかかわらず、その許容できるかどうかってことは、まず一つ重要になりますね。で、このドクターに関してだけは、近くに教室があると書いてないんですが、まあ、要するに、近くに教室があるということよりも、そもそもこのドクターに行く目的っていうのは、ハイクオリティな指導を求めに行ってるんで、近くに教室がなくても行きますよねっていう話なんですよね。まあ、だからその勉強の習慣づけだったりとかっていう風な目的で行く塾ではないので、そういった意味で、例えば自習室があまりこう、充実してないとかっていうのも、正直当たり前なんですよ。それを目的に行くような塾ではないということなんで、とにかくハイクオリティな指導を求めたい、最難関に行きたい、なんとかしてほしいっていう、そしてお金も関係ないっていう人は、まあ、ドクターに行ってくださいと、まあ、いう、こういう分かりやすい塾ですね。はい。そしてトーマス、トーマスはマンツーマンがいいという人、そして単独で中学受験を目指したいっていう人も、今回紹介した5つの中で選ぶんだったら、やっぱりトーマスが一番いいかなと思ったりします。はい、あとは自習室を使いたい、そして難関校を目指しているということですね。はい。そして、費用の高さが許容できる。まあ、これもね、まあ、安くはなかったと思います。今回、紹介した中では、高めの、金額設定になってたと思うんで、それが許容できるかということですね。そして、トーマスはやっぱり近くに教室があった方がいいと思います。このトーマスに関しては、やっぱり、
勉強をトータル的に見ていくっていうような側面も大きい塾なんで、それで、近くに教室がなかったらやっぱり行く気になりませんよねってことで、近くに教室あった方がいいですね。というかドクター以外はあった方がいいです。はい。そして4つ目、名工技術ですね。志望校は、難関すぎないと。で、名工技術のところで言ったんですけども、あまりこうハイレベルなところを目指すというよりかは、しっかりと基礎的な学力をつけましょうねっていうところが、に重点を置いてるんで、まあ、志望校が難しすぎる、まあ、御三家だったり、難関校を、目指している、絶対に行きたいなっていう方は、ちょっとお勧めしないかなとは思いますね。はい。であと、マンツーマンでなくてもいいってことですね。まあ、1対数人でもいいよっていう人と、あとは自習室を使いたいという人。そして、圧倒的なメリットとしては、費用を抑えたいということですね。費用が抑えられるんで、費用を抑えたいという方は、名工技塾もいいと思います。で、近くに教室があるってことですね。はい、そして最後、東京個別指導学院ですね。ごめんなさい、順番が、なんかぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど。はい。で、こちらも、名工技塾と同じで、志望校が難関すぎないということですね。あとは、マンツーマンでなくてもいいということです。はい、そして自習室を使いたい。この辺、名工技塾とほとんど一緒なんですけど、要はその費用が、東京個別指導学院は普通だったんですよ。平均的でした。ただ、名工技塾は安かったです。っていう意味で、じゃあ何が違うかっていうと、まあ、講師の質っていうのが一つ違うんじゃないかなと思うんですよね。で、名工技塾が悪いって言ってるわけではないんですが、東京個別指導学院の講師の質っていうのは非常にその定評があるんで、そういった意味で、その、平均的な金額を取るのか、費用を抑えたい方を取るのかっていうことで、それと講師の質で天秤にかけてみるっていうのが、こちらの2つで迷った場合は選ぶ方法になると思います。そして相変わらず近くに教室があるということですね。でやっぱり本当に近くに教室があるということは非常に重要だと思うんで、そこは意識していただけたらなと思います。はい、今回はね、個別指導塾5つを紹介したんですけれども、いかがだったでしょうか。やっぱりね、まあ、その個別で見てもらうっていうことは、やっぱり成績をアップする上でも一つ大きなね、方法になると思います。で、もちろん家庭教師っていう選択肢もあると思うんですよ。まあ、ただ、その家庭教師ってやっぱり家に呼ばなきゃいけないっていう意味で、大変な、思いをすることもあると思いますし、あとはその自習室とかがないですよね。その施設的な部分がないんで、そういった意味で、毎日自習室で行けるみたいな良さっていうのは、かなり大きいと思うんで、まあ、家庭教師を選ぶのか、それとも個別指導塾を選ぶのか、こちらもやっぱり目的に大きく寄ってくるのかなと思います。だからその、まあ、お子さんがどういった目的で個別指導を行きたいのかっていうのからまず明確にして、そして、今回の動画を参考にしていただいて、選んでみていただけたら、最適なね、塾選びができるんじゃないかなと思います。はい、それではね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ご質問リクエスト等ございましたらコメント欄の方でよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターやってますのでぜひそちらもフォローよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。